皆さんこんにちは。リポーターの京極まさみです。昨年度堺区長を務めた星崎雅代さんは3月末をもって退任となりました。新たに4月から就任したのは藤田学区長です。よろしくお願いいたします。堺区長の藤田学です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。新型コロナウイルスの影響で4月から放送を休止していたんですが、今回から堺区ナウ TV プラスへリニューアルすることになったんですよね。はい、そうです。これまで堺区ナウ TV は102回にわたりまして放送してまいりましたが、これからは堺区ナウ TV プラスとしてより堺区ならではの情報をお届けしてまいります。はい、これからも堺区の魅力たっぷりとお届けしていければと思います。さあ、ということで区長も変わられたので、この堺区ナウ TV プラス1回目はですね、藤田区長へいろいろとお話を伺いたいのですが、よろしいでしょうか。はい、もちろんです。お答えいたします。よろしくお願いいたします。どうぞ皆さん最後までご覧ください。それでは藤田区長にお話を伺っていきたいのですが、その前に今回のこの新型コロナウイルスの影響で日々不安ですとか不便を感じながら過ごしていらっしゃる区民の方々いらっしゃると思います。そういった区民の皆様方へメッセージをお願いします。はい、区民の皆様にはですね、本当に活動を自粛していただいたり、区民利用施設などのですね、休館でご不便を大変おかけしております。感染を防ぐためにもですね、ぜひこまめな手洗いと、それからマスクの着用をお願いしたいというふうに思います。私たち職員もですね、こまめに手を洗ってマスクを着用して、区民の皆様に寄り添った対応をしていきたいなというふうに思っております。よろしくお願いいたします。そうですよね、私たちもこれからも、こまめな手洗いですとかマスク、密にならない、そういったことを一人一人意識して行動していきたいですよね。はい、感染を防止するためにはですね、一生懸命我々も取り組んでまいります。区民の皆様にもですね、ご協力をぜひよろしくお願いいたします。さあ、それでは藤田区長にお話伺っていきたいと思います。まずはですね、4月に就任されて今の率直なお気持ちお聞かせください。はい、ただただですね、この魅力いっぱいあふれる堺区で、これからお仕事をさせていただくということに非常に喜びと生きがいを感じております。はい、堺区民の皆様も藤田区長におそらく期待されていると思います。今まで藤田区長はどのような業務をされていらっしゃったんですか。はい、61年にですね、市役所に入庁いたしまして、それから4つの区役所、中区、南区、泉区で税金とか地域力推進のお仕事に11年間やってまいりました。でまたですね、広報や資源価値推進、それからあと文化芸術の仕事にもですね、携わってまいりました。さあ、そして堺区の魅力はどういったところにあると思われますか。はい、はい、なんと言いましてもですね、区民の皆様とか企業の皆様、はい、で団体の皆様がですね、ご自身の地域を愛していまして、で様々な活動に積極的に取り組んでいらっしゃる、はい、ということを非常に感じております。はい、そして緑とかですね、川のせせらぎをはじめとしまして、豊かな自然があります。で静かで落ち着いた、生活環境が調和したもう魅力あふれる街が堺区だというふうに思っています。そうですよね、たっぷりの自然と、そして人とのつながり、こういったところに堺区の魅力ってありますよね。さあ、それでは次に今年度の堺区の取り組みについてお聞きしていきたいと思います。はい、今年度の取り組みの方針についてまずは教えてください。はい、令和2年度はですね、地域で支え合うセーフコミュニティ堺を目標にいたしまして、現場主義で、区民の皆様方の視点に立った取り組みを進めてまいりたいというふうに思っております。はい、地域で支え合うセーフコミュニティ堺を合言葉に、今年度はどういった取り組みを進めていく予定ですか。はい、4つの指針をもとにですね、まちづくり、魅力の向上発信、防災力、減災力の強化、地域福祉の推進、様々な取り組みを進めていく予定でございます。
さあそれでは具体的に一つずつお伺いしていきたいんですけれども、まずはまちづくり、これはどういった取り組み予定されてますか。はい、本郷台はの今ですね、建設中のマンションに合わせまして、はい、地区センター、地域ケアプラザ、で区民活動センターの3つの施設が入る、複合公共施設の建設が進められています。そのような中でですね、堺区の中心でもある本郷台駅前が、はい、にぎわう場所でありますよう、そのようになるよう検討して進めてまいります。はい、どんな施設ができるのか楽しみですね。さあそして続いてなんですが、まあ、昨年秋には、大型の台風が相次ぎまして堺区内にも大きな被害が発生いたしました。そのため水害をはじめ、まあ、防災全体ですね、こういった強化は重要な課題だと思いますが、どういった取り組みを行っていきますか。はい、防災力の強化としてはですね、まあ、様々な地域特性に応じてですね、まあ、その対策を強化していくと、それから何よりも重要な自助、共助、公助、この取り組みを確実に進めてまいりたいと思っております。そして新たにですね、水害対策広報のスピーカーの出力をアップいたしまして、はい、河川の水位警告灯の設置なども行うとともにですね、災害用のゴムボートを購入いたしまして配置をし、まあ、いざという時にですね、迅速かつ適切な行動ができるようにしていきたいというふうに思っております。そうですよね、今ではもういつでもどこでも水害ですとか災害起こり得るということですよね。積極的な取り組みされるということで安心しました。それでは最後に、子育てや健康づくりなど地域福祉の面ではどのような取り組みを行っていくのでしょうか。はい、子育て支援や障害児者との交流、高齢者の方との地域ケアの推進など、誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めてまいります。具体的には分科会活動で政府コミュニティの取り組みを推進していくとともにですね、第4期の堺区地域福祉保健計画については地域の皆様から広くご意見をいただきながら策定を進めていきたいというふうに思っております。やはり地域で子育てですとか健康づくりを行っていくというのはとても大切ですもんね。はい、藤田区長ありがとうございました。ありがとうございました。さてここからは堺区いたち川マスコットタッチー君についてお届けしていきます。まずは藤田区長から何やら重要なお知らせがあるということなんですが。はい、2年ぶりにタッチー君がゆるキャラグランプリ2020にエントリーすることになりました。わーすごい、楽しみですね。大人気のタッチー君ですもんね。はい、ぜひ温かい応援をお願いいたします。はい、今日は区長室にタッチー君が来てくれているので、はい、早速呼んでみたいと思います。タッチー君、はい、こんにちは。こんにちは。はい、タッチー君です。こんにちは。かわいい。タッチー君、私初めて会ったんですけれども、やっぱり可愛いですね。そして石神さんもバッチリ。はい、ありがとうございます。ですね。いやでもこの度はゆるキャラグランプリにエントリーしたんですね。はい、そうなんです。新型コロナウイルスの感染症の影響でですね、地域のイベントには参加ができないんですけれども、ツイッターなど SNS を使ったPR 活動をしていく予定です。皆さんが楽しめるコンテンツを検討しておりますので、ぜひご覧ください。いや楽しみですね。応援していきたいと思いますけれども、タッチー君に投票するにはどうしたらいいんですか。はい、ですね、パソコン、スマートフォン、タブレットからですね、1日1回投票ができます。こちらのゆるキャラグランプリの2020公式サイトから投票できますので、皆様の投票お待ちしております。あ、じゃあ1日1回ということは毎日投票してもいいということですね。はい、そうですね。タッチー君の愛があればどうぞよろしくお願いいたします。皆さんね、どんどん投票してタッチー君ね、グランプリに導きましょうよ。みんなで応援していきたいと思います。石神さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。せーの、はい、タッチ。さあ、区長、初めての堺区ナウ TV プラス、いかがでしたか。はい、プラスにリニューアルしました初回ということで、大変不安でもありましたけれども、あっという間に楽しい時間が過ぎてしまいました。よかったです。では最後にですね、堺区長として今後の意気込みをお願いします。はい、堺区民の皆様の安全安心のために、そして幸せに暮らしていただけるために、さまざまな課題にしっかりと取り組んでまいります。はい、これから藤田区長とともに堺区の魅力たくさんお伝えしていきたいと思います。それでは皆さん、次回もお楽しみに。楽しみに。